ケビン・ミララス。ケビン・アントニオ・ジョエル・ジスラン・ミララス・イ・カスティージョ、ケビン・アントニオ・ジョルジス・レイン・ミライス。ワイ・カスティーヨ。1987年10月5日大。は、ベルギー・リエージュ州リエージュ出身の、同国代表サッカー選手。アッコフ・フィオレンティーナ所属。ポジションは、フォワード・ミッド・フィールダー。2003年8月に、地元のスタンダール・リエージュの下部組織からフランス一部の、 ラスックリールメトロポールへ渡ったミララスは、その後に加入してきたエデン・アザールをはじめとした同方数名とした組織で研鑽を積み、2005年5月7日のパリ・サンジェルマン FC 戦で82分からリーグ初出場を飾ると、わずか3分後に初得点に決勝点を挙げ、見事クロード・ピュエル監督の期待に応えた。2006年5月12日には、 チームと2009年6月までの初プロ契約を締結した。その後、ファンからクリスティアーノ・ロナウドになぞらえて、称賛されるほどの成長を見せていくと、リールでの最終年となった2007から08、シーズン終盤戦の4月の間に AS ナンシー戦1得点を皮切りに、オリンピックマルセイユ戦2得点、トゥールーズ FC 戦2得点の3試合で5得点を上げ、 同月のリーグ全選手中で最多得点を記録した選手となる圧巻のパフォーマンスを見せ、パトリック・クライファーとニコラス・フォーベルグといったストライカー人の不信が続く中で19歳の若手ながら一人気を吐いた。ディールの未来と期待がかかるミララスに対し、当然のように国内外のスークラブが注目を集まったが、本人は契約延長を望んでおり、 シーズン終了後に契約交渉を開始した。しかし、数度交渉するもなかなか納得ができずにいる中で、同時期に、同国一部の AS サンテティエンヌから接触が図られ、会談を持った際に、会長や監督の言葉に動かされた結果、7月26日に同クラブと4年契約で、個人合意し、9月1日にクラブ間合意に達して、正式に入団が決定した。 サンティティエンヌでは、リール時代のセンターフォワードとは違って、アラン・ペラン監督のもとで主に右サイドで起用され、2009年2月1日のオリンピックリヨンとのデュルビ・デュローヌと異重要な試合で、初得点を挙げる場面を見せたものの、全体的、特に2009から10シーズンは23試合、無得点と移籍金400万ユーロに見合う活躍は、できず、2010年6月18日に、 ギリシャ一部のオリンピアコス CA1 シーズン貸し出されることとなった。なお、同契約には250万ユーロでの買取オプションが付随している。オリンピアコスでは、KS ベサカバヤとの UEFA ヨーロッパリーグ2010から11予選2回戦で初出場を飾り、10月2日の戦で初得点及びに得点目を挙げて、以降で主力に定着して得点を量産する役から、 同シーズン冬の遺跡史上最終日である2011年1月31日にオプションが行使されて完全遺跡を果たし最終的に加入1期目で得点王のジブリルシセに次ぐ14得点を記録した。翌2011から12シーズンは敵地でのレバディアコス FC 戦でハットトリックアステラストリポリ FC 戦で4得点を挙げると左サイドや セカンドトップを務めているにもかかわらず、昨季以上に得点力に磨きをかけ、チームをリーグ戦とカップ戦の2冠達成へと導いた。個人としては25試合20得点で得点王に輝くとともにギリシャサッカー選手連合が選出するで年間最優秀選手に選出されている。2012年8月19日に赤金600万ポンドで、 イングランド一部のエバートン FC と4年契約を締結する。なお、その際に、同国一部のアーセナル FC からオファーがあり、交渉したものの、より多くの出場機会や同胞マルアンフェライニの存在からエバートンを選択したとクラブの公式チャンネルで明かした。後半から途中出場でデビューを飾った8月25日のビラパークでのアストンビラ FC 戦での得点は、 オフサイドとなって初得点を逃したものの、それから4日後のレートンオーリエント FC とのフットボールリーグカップ2回戦で、初先発すると2得点にアシストの活躍を見せた。9月22日の敵地でのン字、シティ AFC 戦では、カウンター攻撃からのシュートを、相手 GK ミシェルフォルムに一旦引かれて、ゴールバーに防がれるも、こぼれ玉に爪より頭によって、リーグ初得点を挙げた。 その後、2012年11月10日のサンダーランド、AFC 戦中にハムストリングを負傷した影響か、出場機会が限られ、翌12月の試合は、トッテナムホットスパー AFC 戦で途中出場したのみと、苦しい時期を過ごしたが、2013年2月26日のオールダムアスレティック AFC との FA カップ5回戦で、カイリーグが相手ながらも得点を挙げ、 続くリーグ戦の方でも3月2日のレディング FC 相手に得点を挙げて復調の兆しを見せる。3月30日のストークシティ FC 戦では攻め込まれる中で味方 GK、ティム・ハワードが引いたこぼれ玉をハーフウェイライン上で拾うと同時にスティーブン・エンゾンジをかわして攻勢に転じると相手陣内に残っていたジェフ・キャメロンをドリブルで突破し、 アスミル・ベゴビッチの守るゴールへ冷静にシュートを決めた。その後、5月12日のウエストハムユナイテッド FC 戦で移籍後初複数得点を挙げ、長年チームを指揮してきたデイビッド・モイーズ監督の本拠地での最終戦に花を添えた。2018年1月7日、オリンピアコス FC にシーズン終了までのレンタル移籍で再加入。 2018年8月4日、アッコフ・フィオレンティーナに1シーズンのレンタル遺跡で加入。世代別代表としては、U-16 代表から様々な年代を経験し、U-21 代表では、中心選手として、チームを UEFAU-21 欧州選手権2007準決勝進出及び、北京オリンピック出場権獲得に貢献した。その北京オリンピックでは、 U-23 中国戦と U-23 イタリア戦でそれぞれ得点を挙げている。2007年8月12日にブルッセルでのセルビア戦で A 代表初出場を飾ると共に初得点を挙げた。クラブで素敬部を負傷して終盤戦を欠場していたことから 2014FIFA ワールドカップ出場が危ぶまれていたものの5月13日に マルク・ビルモッツ監督のもとでメンバー入りを果たした。通算5610楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。